はい。皆さん、こんにちは。今日はアップルから発表されました最新版のロジックプロこれのお話をしたいと思います。と言ってもロジックプロの説明ではありません。僕も今まではスタジオワンユーザーでした。でも今回のロジックというのは AI の機能が搭載されて特にセッションプレイヤーと言われるドラム、ベース、キーボード。 これらがとっても便利に AI の機能を使って入力できるという機能ともう一つの目玉としてはステムスプリッターと呼ばれる2ミックスの音源をバラバラにできる機能これらがとっても注目を浴びてますよね2024年の5月の14日からこれが使えるようになりましたそして僕の方は Mac を持っていません でも iPad を最近になって購入しました。最新版じゃありません。一つ前の M2iPad なんですけれども、それでロジックプロもサクサク動くようになったので、早速今いろんな検証をしてる次第です。ただし僕はまだロジックが得意というところまでは言っていません。ですからそこで僕の得意なチャット GPT の カスタム GPT、GPTs と言われるプログラムを開発しまして、ロジックプロのヘルパーというのを作りました。今画面にあるものです。ご存知の通り、チャット GPT はもちろん100点ではありません。そしてなおかつ出たばっかりですので、チャット GPT はまだ しっかりした学習というのはしていないんですけれども、ブラウジング機能というのが使えるようになっていますので、最新のアップルのマニュアルを検索して、そしてそこから情報を取ってくるというふうになっています。ですから、皆さんがマニュアルを検索する、その代わりのお手伝い、これをするのがロジックプロヘルパーです。では、 早速やってみましょう。スターターには Logic Pro 11、いわゆる Mac 版ですね。そして Logic Pro 2、iPad 版。この2つのどちらかということを選べれるようになっています。まあ、今日のデモは Logic Pro 11の方でやっていきましょう。はい。Logic Pro 11のご相談ですね。次の大分類から質問を選んでください。 という風うになっています。ですから、ここで、例えば3番、編集のことについてということで聞いてみましょう。そうしたら、そこからの質問の分類というのをですね、チャット GPT が考えてくれます。ですから、順番であったり項目、これは必ずいつも同じじゃありません。ここから選んでみてください。例えば、ループ範囲の設定、 それらに関することを聞くという場合は5番を押します。そうしましたらこのように具体的な質問の候補を出してくれます。10個ずつ出してくれるようになっています。この中にもし自分の思いの該当がない場合はゼロを押すとさらに10個提案してくれます。例えばゼロを押します。もう GPT が考えられる 部分というのはこれぐらいだったということです。じゃあここで6番、これを押してみましょう。もちろん番号だけじゃなくて自分の聞きたいことを細かく入力していただいても大丈夫です。はい。順番を追ってですね、説明をしてくれています。Apple のマニュアルをさらにまとめて考えて、そして 記述してくれていますので、とっても見やすい形になっています。マニュアルより多分見やすい、そう思います。1. オーディオファイルを選択。ロジックプロでプロジェクトを開き、ループ範囲を設定したいオーディオファイルを選択します。オーディオリージョンの上部をクリックし、再生ヘッドをループ範囲の開始位置に移動させ、再生ヘッドをループ範囲の終了位置に移動させます。 オーディオリージョンの終わりまでドラッグすることができます。そして、ループ範囲を有効化。コントロールキーを押しながらクリックして、コンテクストメニューを表示します。とかいうようなことを書いてくれています。そして、シフトキーを押しながらすると微調整ができるとか、そういうようなショートカット。これらも教えてくれるということになっています。 まあ、これだけで全てが解決するとは思いません。でも、マニュアルをここで検索するとなったらですね、とっても大変になりますが、それをチャット GPT が私たちの代わりにやってくれるということなんです。もう、これ以上難しい解説はありません。数字で入れていくぐらいだけなんで、とっても簡単ですし、 上級者の方は自分の質問というのが分かっていてもっと細かいことを聞きたかったりすると思いますのでその時は手打ちで入力していただいたらいいというだけのことでですね本当に簡単に検索ではなくって GPT が指南してくれてそして Logic Pro の使い方をヘルプしてくれるそんなようなソフトに仕上がっています ぜひ無料ですから使ってください。そしてとってもいいことに、このロジックの発表の日と同じ時期にですね、チャット GPT、今までこれを使っていただこうと思うと、チャット GPT プラスという月3000円ほどのサブスクに入っていただかないと、僕は無料で提供しててもですね、それが使えなかったわけです。でも、Apple のこのロジックの発表と、 ほぼ同時にですね、OpenAI がイベントを行って、そこでですね、発表してくれたのは GPTs を無料の方にも使ってもらえるようにしますというような、もう大番振る舞いもいいとこですよね。そういうことになりましたので、今まではチャット g p t を使っていなかった方、その方はロジックヘルパーを使ってみてください。これ以外にも 僕が作ったソフトでは、スノー AI 歌詞ビルダーというのが大ヒットで、今のところ手前味噌ですが、世界でナンバーワンのアクセスになっています。そういうものもみんな使ってもらえるようになったわけです。僕の方では、今はスノー AI やユーディオのような音楽生成 AI の方にもとっても力を入れています。そういう AI で 音楽を作るアマチュアの方とグループを結成しまして a i m u s i c c r e a t o r s j a p a n というグループを運営しています今現在30名ぐらいの方がおられるんですけれども毎日毎日 YouTube をたくさんアップしていますこの目的というのは皆さんとってもいい音楽とかいい動画を作ってくれているんですけれども なかなか YouTube の自分のチャンネルというのは伸ばすのが難しいというのが実情です。おかげさまで僕の方の YouTube チャンネルはメインチャンネルが1万人近くになりまして、そしてサブチャンネルの方も2000人ぐらいのユーザーがいてますので、そのところで皆さんの発表の後押しをしたいというのがこのグループの目的です。もちろん、 YouTube に載せるだけじゃなくて音楽のこととか生成 AI 作曲これらのことについてのノウハウの情報交換などもやっていますぜひそちらの方も関心がありましたら概要欄にも説明を入れていますのでそちらの方も見てくださいそして今日のロジックプロヘルパーこれも存分に使っていただいて そして、早くロジックプロの新バージョンに慣れていただくようにしてもらえれば幸いです。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。